こんにちは、えっちゃんです。今回は前回小中の成績表を公開したわけですけど、まあね、私は結構おバカちゃんなわけなんですが、好きなことを貫いた結果、高校は芸術学科に進学できました。そんからのね、成績も公開していきたいと思います。まあ、こんなにほんと成績表が綺麗に残ってたのはお母さんのおかげですわ。あざっす。ということで、まずは高校1年生いきます。こちら見方がかなり変わってきましたね。スコアで判定の 1,2,3,4,5 が決まるわけですが、64までは3の65から79が4、80から100が5っていう採点なんですけど、素描構成、はい、素描構成、皆さんの授業にはなかったかと思います。これ素描ってデッサンのことで、ここら辺は芸術の授業です。本当にね、この時点でも数学がやばいね。2だね、評価判定は良くて2か3。うわー、なるほどなるほど。得意っていうか普通だったのが特にないね。まあ散々絵が好きだ、描くのが好きだって勉強してきた。自信満々に高校に入りました。そしたら、芸術学科に入った友達はみんな絵が上手いんですよ。自分がこう真ん中より下、真ん中ぐらいの絵しか描けないことに気づくんですね。もうやばい、焦りに入ります。はい、そして高校2年生。2年生になって、だんだんね、学校を休みがちになる時も出てきます。まあ、そもそもね、この時点でもう数学とか普通の勉強も苦手だし、絵描くの好きなんだけど、みんなの方が上手だしな、どうしよう、みたいなんで、こう学校を休んで遊びに行っちゃったりとか、学校を休んで家で絵を描いてしまったりとかね、勉強しなくなっちゃったんですよ。本当にダメ、本当にダメ。もう大事なことだから2回言ったけど、この時私はね、もう本当にポンコツだったので、何も考えずにね、休んでたんですよ。いやー、もうね、ひどいよ。でもね、美術の授業はちゃんとね、出てました。挫折した直後の2年生の1学期はギリギリにカッコがついちゃってるね。成績に出席日数がギリギリだったのかな。もう1がついてるとこもあるよね。多分普通の人は取ったことないと思う。もうこの時に私は、あ、私ってダメな子なんだ、若干ちょっと不良ロードに入りたく感じます。ゲーセンに入り浸っちゃったりね、こう買い物いっぱいしちゃったりとかして、バイトばっかりしてとかなっちゃうわけですよ。こうなってくるとね、もう本当にね、いよいよ自分には何も残されてない、どうしようっていう感じになってきます。で、高校の3年生の時、自分はなりたいものは一体何だったっけ、何をしたいんだっけとか改めて考え始めます。そう、大学受験、大学に進学するかどうかがかかってくるからです。ここら辺でようやく私は、あー、でも昔からパソコンを使うことが好きだとか、造形、彫刻とか粘土とかが好きだったんですよ。それで私は芸術家になりたいわけじゃなくて、やっぱり会社に勤めてたいのかなっていうことに気づきます。立体物とかが好きだし、イラストも描くの、パソコンで描くの好きだしっていうので、デザイン系、または 3DCG とかグラフィック系に行きたいと思い始めます。で、いろんなね、美術大学見た結果、芸術系のね、がっつり玉美むさびとかっていうのは、あ、私のやりたいこととは違うな。そこで、まあね、これはね、公表してるんですけど、デジハリ、デジタルハリウッド大学を見つけます。で、デジハリに行くようになりました。で、進学します。大学、デジタルハリウッド大学。まあけど入ってみたらとても良かったんです。デジタルハリウッド大学に入って良かったって思う点はたくさんあるんですけど、いろんなことに挑戦できたし、職にすぐつけるスキルが手に入ったっていうのがとても良かったです。いざ社会に出てみると、そのデジハリ卒とかの人たちがたくさんいて、あそこ入って良かったって思うことが多かったんです。まあ大学卒業して、今こうやってウームで働いてます。けどね、本当にね、みんなに言いたいのはです、何が言いたいかっていうと、何より一番大事なのは、好きなことを見つけること。で、好きなことはとことんやる。で、苦手なことは逃げないようにする。こう周りの人に感謝して、いつか恩返しするぞって気持ちが大事なんだなって思いました。実際私はとってもいろんな人に迷惑をかけて生きてきたので、みんなもね、お母さんとか先生とか、ありがとうございましたって言えるようにやっていきましょう。それではこの動画がね、意外だったー、マジかー、面白かったー、ためになったー、なんでもね、なんか気持ちに変化が起きたなって思ったらいいなと思います。ぜひ、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またねー。